今は昔、昔は今。高魔館と呼ばれる闇の園に、一人の高貴な少女と、その下僕の姿がありました。その冷たい夏、音もなく流れ込む深紅の霧が、たちまち世界を包み込む、ホーム異変と呼ばれる悲劇が訪れたのです。この異変は、二人の人間の少女たちの活躍により、幕を下ろします。それから、穏やかで退屈な日々が過ぎたある春の日、再び溢れ出した霧が、世界を血の色にけぐらせ、何者も抗えない幻惑の檻に、すべてを封じ込めようとしたのです。悪夢の再来に気づいたのは、あの少女たちと、霧の湖に住む妖精。深く、赤く立ち込める霧の彼方に飛び込んでいくことになる三人は、まだその運命を知らないのでした。続く。ね。悪くなかったんじゃない、昨夜。ありがとうございます、レミリア様。物語るのは全てを知る者の務め。愚かな客人たちにも見せてあげましょう。それでは、お茶会の準備を始めます。もちろん、戦いの備えは。この私とお遊戯しましょう。舞花走馬鏡。始まり。異変解決。出番を待ってたわ。さっさと片付けてお茶にしましょう。元凶は絶対あれかな。ゆっくりお茶でもって思っ、お茶だけあってお菓子がないのなら、ささやかな楽しみすらもままならないのよね。それにしてもマリサのお宝がどうこうって飛び出していったから、きっとお使いのことなんて忘れてるに違いないわ。また貧乏くじ引かないといいけどね。あれ、この湖ってこんなに広かった？違う、ここは前と何も変わってない。霧で視界が悪くなっているから広くなったみたいな気がしたってことかな。うん、これってもしかして赤い霧？となるとあいつの仕業か。神社に来ないと思ったら何か企んでるわけね。仕方ない、行ってみるか。高魔館へ。私と遊びに来たのにね。いいわ。危ない。そろそろ行けるかな。余裕かな。
いでるんだけどな。行くわ。危ない。速やかに退場してもらおうかな。やる気が出てきたわ。出てきたよ。出てきちゃった。はいはい。何のため息を。空気を読めない人はこれだから。邪魔みたいだから行くね。ちょっとこれから言うセリフをちゃんと聞け。いいけど。よし。道に迷ってなんかいないけど。いつも来てるじゃない。え、あ、お、そっか。もうかっこいいセリフだったのに邪魔するなんてひどいやつだ。わかった。じゃあもう一度言ってみたら。そんな急に言われてもどうしよう。よーし、これ飛んで日にいる春だし。え、それに飛んでる虫っぽいのはそっち。ブーンってさ、って、あたいは虫。虫程度の行動原理しか持ってないのに。バカにしやがって。あれ、前にもこんな感じで怒った気がするけど、まあいいや。あんたなんて絶対レードで処置して保存してやる。どうして保存。知らない。知らないで言うんだ。いざ勝負勝負。戦いたがりなんだから。いいわ、私も嫌いじゃないし。最強なんでしょ。はいはい、その設定はもう分かったから。終了。うわっ、かすりもしないわ。
落とし前はバッチリつけてもらうから。経験値にはなったかな。うん、あたいは諦めないからね。勝って勝って勝ちまくってやるもん。しつこいよね。でもそういうところあんたらしくて嫌いじゃないよ。マテになる気はないのよね。伝わってくるけど、なんで虫なの？通り道、見つけた。ここだよ。こんなものね。カップない。勝っちゃうんだから。カップない。挑戦なら受けちゃうよ。気が出てきたわ。負けないやい。展開カップない。当ててやる。カモンビビー。カップない。あたいは幻想郷最強だ。うわ、カップない。絶対に落としてやるんだ。カップない。展開。危ない。あたいは幻想郷最強だ。かかってこい。いい気味だね。油断したわ。落ちちゃうよ。これからどうするのさ。ラスボスを倒しちゃったよ。いや、散るのって最初だし。くぅ、心の底から意外って顔したわ、この妖精。褒めてないけど。ラン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 、楽しいみたいね。まあね、元気でよろしい。よし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 。ぐる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 。な、疲れたか。な、懐いてなくちゃ。ちょっとなんだか和んだだけだい。どちらでもいいけど。そういえばさ、どこ行くの？ここら辺すんごい霧じゃん。もしかして何かあった？気づくの遅すぎ。そう、何かあるに決まっているから、会いに行ってくるの。高魔館のあいつにね。そっか、気をつけるんだぞ。またね。ブーンブーブー。なんでブーンって言っちゃうんだろう。あたいは虫じゃないのに。そんなんじゃ私には勝てないわよ。ここって高魔館に入ったはずなのに、似ているけど。そっか、
多分だけど時空が歪められてる。はあ、この妙な場所もあいつのせいか。人様に迷惑かけちゃうのは仕方ないにしても、私を巻き込むなんて、うん、これはお仕置きが必要ね。誰かこの私を呼びました？あら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 、奇遇ね。それってこちらのセリフじゃない？どうしてここにいるわけ？分かっているわ。きっとあなたのせいなのよね。何が？あらあら、しらばっくれるの？何なのよ。私、コウマ館に呼ばれたの。呼ばれ？ええ。なのにどうしてこの私が。白状なさい。知らないから。そうですか。サナエ、こ、いいえ、残念ですが。気づいたらこちらでふわふわ可憐に浮いていたの。きっとよからぬ呪法の類だわ。そんなに怒らなくても。待ちなさい、白霊の巫女。質問が。この人であり神でもある私がどうしてこのような未開に囚われているのか、あなたがご存知じゃないとは1ミリも思えないの。疑ってるの？いいえ、これは確信です。分かっています。全部あなたが悪いって。なんで急に怒るのよ。なんなのよもう。さすがにまずい状況ね。わっ、こんなの生ぬるいのよ。行きますよ。行きますよ。行くわ。常識にとらわれてはダメですよ。継がれてきた力を見なさい。グレイスアマタージ。同じ巫女として負けるのも少し尺に触りますので。だったらもっと実力見せてくれないと。許してくれよ。でも浮いてるだけですか？準備完了。展開。危ない。もう怒りました。もうそろそろ次の段階に進む時ですね。ちょっとは反省しなさい。まさかさっきいただいたお団子が持たれたの？どんだけ食べたのよ。こっちに撃ち落とされそうなだけよ。無双封印。うわあ、ちょっと。騙せませんよ。
次はこうはいかないわ。こんなの生ぬるいのよ。夜もうダメみたいです。最後の力を振り絞ってとか言いながら撃ってくるんでしょ。いいわ、こちらも全力で行くから。行くわ。常識にとらわれてはダメですよ。出てもいいんですよ。通り道見つけた。こんな騙せませんよ。油断したわ。ガンガン行くわ。行くわ。見てるだって。そんなの間違ってる。この私が負けるなんて。仕方が、あなたが相手だものね。で、ここには何をしに来たわけ？何か用があるそうで。でもまだき、それに呼ばれたのは私だけではないみたいよ。そっか。それにしてもさ、わけのわからないようなのによくここまで来たわね。ん？それに今日はとってもいい天気です。道中の和菓子屋さんで買ったお団子の美味しかったこと、美味しかったこと。満喫したのね。ええ、もち、大事なことを一つ教えてあげましょう。大事なこと？私たち、どうやら出られないようです。この、高魔境という空間の外に。何それ、高魔…あとは任せました、白霊の巫女。勝手なこと言って。でも、そうなるのよね。ええ、そうなります。だって不穏な事態が似合うのってあなたの方ですしね。じゃあね。はい、気をつけてくださいね。発光魔教の秘密は一つではありません。ここから出られないだけではないようだから。キャッ、このことに気づくだなんて。私に勝とうなんて早い早い。